裾野市では秋の味覚の一つ栗の収穫が進み、生産者は選別などの作業に追われています。170本の木が育てられている勝俣俊博さんの栗農園では、今月上旬から収穫が本格化し、今日はおよそ30キロの栗が収穫されました。収穫された栗はその後選別が行われ、手作業で一つ一つ汚れを落とし磨かれていきました。今年の夏は厳しい暑さが続いたため、害虫が少なかったことや比較的雨が少なかったことで受粉がうまくいき、実がたくさんなったということです。700から800キロぐらいいくんじゃないかなと思います。塩入れて茹でて、であと包丁で切ってスプーンで食べる、素朴な甘みですね、栗の。あれを味わってもらいたいですね。収穫は来月上旬まで続く予定です。